富岡製糸場は、群馬県富岡に設立された、日本初の本格的な機械製紙の工場である。1872年の開業当時の創始書、繭倉庫などが現存している。日本の近代化だけでなく、絹産業の技術革新、交流などにも大きく貢献した工場であり、敷地を含む全体が国の史跡に、 初期の建造物群が国宝及び重要文化財に指定されている。また、富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産として2014年6月21日の第38回世界遺産委員会で正式登録された。時期によって、富岡製糸場、富岡製糸所、現富岡製糸所、株式会社富岡製糸所、 片倉富岡製紙所、片倉工業、株式会社富岡工場と、たびたび名称を変更している。史跡、国宝、重要文化財としての名称は、旧富岡製紙場、世界、遺産暫定リスト記載物件構成資産としての名称は、富岡製紙場である。日本は、江戸時代末期に開国した際、キートが主要な輸出品となっていたが、 蘇生乱造の横行によって国際的評価を落としていた。そのため、官営の機械製紙工場建設が計画されるようになる。富岡製紙場は1872年にフランスの技術を導入して設立された官営模範工場であり、機械製紙工場としては当時世界最大級の規模を持っていた。そこに導入された 日本の気候にも配慮した機械は、後続の製紙工場にも取り入れられ、働いていた工女たちは、各地で技術を伝えることに貢献した。1893年に、三池に払い下げられ、1902年に、元号名会社、1939年に、片倉製紙防石会社と経営母体は変わったが、1987年に、 創業を停止するまで、第二次世界大戦中も含め、一貫して、製紙工場として機能した。第二次世界大戦時のアメリカ軍空襲の被害を受けずに済んだ上、創業停止後も、片倉工業が保存に尽力したことなどもあって、創始書をはじめとする開業当初の木骨レンガ作りの、建造物群が良好な状態で現代まで残っている。 2005年に敷地全体が国の史跡に2006年に初期の主要建造物が重要文化財の指定を受け2007年には他の産業文化財とともに富岡製市場と絹産業遺産群として世界遺産の暫定リストに記載された2014年6月に世界遺産登録の可否が審議され6月21日に日本の近代化遺産で 初の世界遺産リスト登録物件となった。開国直後の日本では、キート、産種、茶などの輸出が急速に伸びた。ことに、キートの輸出拡大の背景には、ヨーロッパにおけるキートの生産地である、フランス、イタリアで微粒子病という解雇の病気が大流行し、ヨーロッパの養産業が壊滅的な打撃を被っていたことや、太平天国の乱によって、 真のキート輸出が振るわなくなっていたことなどが背景にあった。その結果、1862年には日本からの輸出品の86%をキートと3種が占めるまでになったが、急激な需要の増大は蘇生乱造を招き、日本のキートの国際的評価の低落につながった。また、イタリアの製紙業の回復も日本にとっては向かい風に、 なり、日本製キートの価格は1868年から下落に転じた。明治政府には外国商人などから機械製市場建設の要望が出されており、エッシュとリリアンタール商会からは資金提供の申し出まであった。これが直接的な引き金となって機械製紙工場建設が実現に向かうが、政府内では、 外国資本を入れず、むしろ国策として、機械製紙工場を建設すべきという意見が持ち上がり、1870年2月に、機械製紙の官営模範工場建設が決定した。これは、蘇生乱造問題への対応というよりも、従来のザグリによる製紙では太さが揃わなかったために、縦糸よりも安価で取引される横糸として使われる、ことが多かった実態を踏まえ、 その改良を施行した側面があったとも言われている。同時に政府は機械製紙技術の導入を奨励しており、前橋藩では早見剣僧らが同じ年に繁栄前橋製紙所を設立した。これは日本初の機械製紙工場とみなされているが、イタリアで製紙業に従事した経験を持つ。 スイス人ミュラーを雇い入れ、イタリア式の正式会を導入したものであり、当初は6人ぐり、ついで12人ぐりという小規模なものにとどまった。大隈重信、伊藤博文と渋沢栄一は、官営の機械製市場建設のため、フランス公使館通訳アルベール・シャルル・デュブスケ及び、エシュトリリアンタール商会横浜支店長、ガイゼンハイマーに、 いわゆる親とい外国人として適任者を紹介するように要請したところ、エシュトリリアンタール商会横浜支店にキーと検査人として勤務していたポールブリューナの名が上がった。明治政府はブリューナが提出した詳細な見込み書の内容を吟味した上で、1870年6月に仮契約を結んだ。小高順中ブリューナは仮契約後すぐに、 小高順中らを伴って、長野県、群馬県、埼玉県などを視察し、静止場建設予定地の選定に入った。そして、明治3年ウルー10月7日に、民部大輔らと正式な雇用契約を取り交わすと、同月17日には、富岡を建設地とすることを最終決定している。この決定は、周辺で、 養産業が盛んで繭の調達が容易であることや、建設予定地周辺の土質が悪く、農業には不向きな土地であること、水や石炭などの生死に必要な資源の調達が可能であること、全町民が建設に同意したこと、現下年間に富岡を開いた大館中野七蔵が大館屋敷の建設予定地として確保してやった土地が、こういう地として残されており、 それを、工場用地の一部に当てられることなど、様々な要件が考慮された結果であった。明治期の富岡製糸場外観、歌川国旗、上州富岡製糸場ブユーナは、製糸場の設計のために、横須賀製鉄所の、親と外国人だったエドモンオーギュストバスちゃんに、依頼し、設計図を作成させた。バスちゃんは、明治3年11月初旬に依頼を受けると、 同年12月26日に完成させた。彼が短期間のうちに主要建造物群の設計を完成させられた背景としては、木骨レンガ作りの横須賀製鉄所を設計した際の経験を活かせたことが挙げられている。ブルーナは設計図の完成を踏まえ、翌月22日に機械購入と技術者雇用のためにフランスに帰国した。 ブリューナは建設予定地調査の折に、地元工場に、在来の手法で意図を喰らせて、日本的な特徴を把握しており、それを踏まえて、静止状用の機械は、特別注文した。目的を達したブリューナはその年のうち、すなわち明治4年11月8日に妻らと共に、再来日を果たすことになる。他方で、ブリューナが日本を立ったのと同じ月には、小高順中が、 日本側の責任者となって、資材の調達に着手し、1871年3月には着工にこぎつけていた。建築資材のうち、石材、木材、レンガ、漆喰などは、周辺地域で調達した。なお、レンガはまだ一般的な建材ではなく、メート村からも河原職人を呼び寄せ、良質の粘土を産する福島村に設置した窯で焼き上げた。この時期、 民部省務虫から大倉省官業市へと書簡が変わった。建設を進めることと並行し、明治5年2月12日に政府から控除募集の二つが出された。しかし、控除になると西洋人に行き地を飲まれるなどの根拠のない噂話が広まっていたことなどから思うように集まらず、政府は行き地を取られるという話を打ち消すとともに、富岡製紙場の意義や、 そこで技術を習得した工場の重要性などを説く、布告をたびたび出した。このような状況の中で、小高は噂を払拭する狙いで、娘の優を最初の工場として入場させた。富岡製市場は、1872年7月に主要部分の建設工事が終わるのに合わせて開業される予定だったが、予定よりも遅れた。その理由の一つには、 この工場不足の問題があったと推測されている。富岡製市場は明治5年10月4日に官営模範工場の一つとして創業を開始した。ただし当初は工場不足から210人余りの工場たちで全体の半分の葬式を使って創業をするにとどまった。翌年1月の時点で入場していた工場は404人で、 主に旧氏族などの娘が集められていた。同年4月に就業していた工場は556人となり、4月入場者には富岡日記で知られる話題も含まれていた。富岡製紙場の総始場は大田絵製紙場の中心をなす、総始所は葬式300カを用した巨大建造物であり、フランスやイタリアの製紙工場ですら葬式は150カ程度までが、 一般的とされていた時代にあって、世界最大級の規模を持っていた。また、特徴的なのは、ヨーペン機156窓も備えていたことである。ヨーペンは、再層ともいい、小枠に一度巻き取った木と大枠に巻き直す工程で、湿度の高い日本の気候の場合、一度巻き取っただけでは、セリシンの作用で再構着する恐れがあり、それを防ぐために欠かせなかった。 これに対し、ヨーロッパの場合はこの工程を省く自家葬式が一般的で、前室の前橋製紙所が導入した機械も自家葬式であった。前室の通り、ブリューナは富岡製紙場のための機械を特注していたが、その一つは、この日本の気候に合わせて再葬式を導入する点にあった。なお、特別注文した他の点には、 日本人女性の体格に合わせて高さの調整をしたことなどが挙げられる。工女たちの労働環境は充実していた。当時としては、先進的な必要性の導入と、日曜休み、年末年始と夏季の10日ずつの休暇、1日8時間程度の労働で、食費、寮費、医療費などは、生場を持ち、制服も対応された。群馬県では、 県令カジ取りそびコが教育に熱心だったこともあり、1877年には変則的な小学校である工場予科学校の制度が始まり、以前から工場の予科を利用した教育機会が設けられていた富岡製紙場でも、1878年までには工場予科学校が設置された。しかし、官営として様々な規律が存在していたことや、 作業場内の騒音など、若い皇女たちにとっては、ストレスとなる要因も少なくなかった。そのため、満期を迎えずに退職する者も多く、その入れ替わりの頻繁さから不熟練校を多く抱え、赤字経営を生む一員となった。また、様々な身分の若い女性が、同じ場所で生活していたことから、上流出身の女性の身なりに合わせたがる皇女も、少なくなく、 出入りしていた呉服、五福小間物祥から月部払いで、副食品を購入して、借金を重ねる事例もしばしば見られた。公女たちは、熟練度によって等級に分けられていた。開業当初は一等から三等及び等外からなっていたが、1873年には、等外上等及び等から七等の八階級に変わった。 公女たちはブリューナがフランスから連れてきたフランス人教父たちから生死技術を学び1873年5月には小高い侍一等工女の手になるキートがウィーン万国博覧会で二等進歩勝敗を受賞したこれは品質面の評価よりも近代化されたことに対する評価だったという指摘もあるが開業間もない富岡製史上の評価を高めたことに 代わりはなく、リヨンやミラノの木の織物に、富岡製の木糸が使われることにつながったとされる。工場たちは、後に、日本全国に建設された、製紙工場に、創始の方法を伝授する役割も果たした。和田栄や春日町が1874年7月に、帰郷したのも、そうした工場の一つである民営の最上製紙場で、指導に当たるためであった。なお、 初期には人数は少なかったが、蒸気機関の扱いなどを学ぶための高男たちも受け入れており、最上製市場の設立にも、そうした高男が貢献している。初期の富岡製市場は、初代所長小高順中、首長ポールブリューナを中心に運営されたが、前述の不熟連行の問題やブリューナイカフランス人恐怖、 検査人などの、お雇い外国人たちに支払う、高額の補給、さらに官営ならではの非効率さなどの理由から、大幅な赤字が続いていた。契約満了につき、ブリューナとフランス人医師が去った1875年12月31日を、もって、富岡製市場の、お雇い外国人は一人もいなくなった。日本人のみの経営となった、最初の年度、明治9年度には、 大幅な黒字に転じた。この理由としては、親とい外国人への支出がなくなったことのほか、所長の小高の大胆な眉の思惑外などが、走行したことが挙げられる。しかし、小高の思惑外は、彼が当時政府が認めていなかった秋後の導入に、積極的だったことなどと合わせ、政府との対立を生む原因になり、小高は、富岡製市場が、 富岡製紙書と解消された翌月にあたる1876年11月に、書長を退いた。翌年度には、従来、エシュとリリアンタール社を経て、リオンに輸出されていたキートが、三井物産によって、リオンへ直輸出されるようにもなり、日本人による自家輸出が始まった。内務省の管理だった、早見剣僧はかねてからミニエカも含めた、抜本改革を提言していたが、 西南戦争の勃発によって一時的に棚上げされた。しかし、1878年にパリ万国博覧会に赴いていた松方正義が富岡の木との質の低下を指摘されたことから、早見が富岡製紙所の改革を任されることになる。早見は小高の公認だった山田霊行が改革を阻害しているとして、鋼鉄を進言し、これを実現させた。 松方は、公認として、早見を、第三代所長に任命したが、民営化を主張する早見は、1880年11月5日の、官営工場払い下げ外則制定と前後して、富岡製支所のキートの自給室を一手に担う、横浜同心会社設立に関わり、所長を辞任、代わって、同心会社の社長に就任した。この時点では、 民間人となった早見が、富岡製司書を5年間借り受けるという話が、松方との間で事実上内定していたが、群馬県令の反対などもあって、政府は最終的にこれを認めなかった。他方で、他に払い下げを希望する民間人は現れなかった。富岡製司書の巨大さが、当時の民間資本では手に余る存在だったからと言われている。 官営工場払い下げ外則が、結果的に払い下げを促進することにはならずに1884年に廃止されると、官営工場の払い下げは、急速に進んだが、富岡製市場は、払い下げの見通しが立たないまま、官営の時期が、なおも続いた。第四大所長の岡野浅次の時期は、たびたびの仕掛け落などの影響を受け、経営的に厳しい時期に当たっていた。 そうした状況を受け、1885年には早見が第5代所長として復帰した。早見は同心会社社長時代に一手に輸出を引き受けていた富岡製紙所のキートをリオン以外にニューヨークにも輸出するようになっていた。彼は製紙所所長として改革を進める一方でアメリカ向けの輸出も増やし、米仏の両国で 富岡の木との評価を高めた。他方で、早見は民営化を引き続いて主張していたが、それは1890年代になって、ようやく実現することになる。中見川彦次郎1891年6月に、払い下げのための入札が初めて行われたが、この時にお札した、片倉兼太郎と、吉木助はいずれも、予定科学に大きく及ばず、不成立になった。 改めて1893年9月10日に行われた入札では最高額入札となった三井家が12万1460円をつけ予定価格10万5000円を上回ったため払い下げが決定した三井家の時代の経営はおおむね良好で総支所に加えて木造平屋建ての第二工場を新設したほか第一工場からは用ペンキを撤去し 用ペンバを西尾ケマ書1階に新設した。これは、蒸気機関のせいで葬式書内が多質であったことから、用ペンバを兼ねさせることに不都合があったためである。この時期には、新型葬式などが導入され、開業当初の葬式、用ペン機はすべて姿を消した。そのような新体制のもとで生産されたキートは、すべてアメリカ向けに輸出された。 この時期に寄宿者も新設したが、工場の約半数は通勤になっている。工場の労働時間は開業当初に比べると伸ばされる傾向にあり、6月の実動時間は11時間55分、12月には8時間55分となっていた。読み書きや裁縫を教える1時間程度の夜学は継続されていたが、長時間労働で疲れた工場たちは、 必ずしも修学に熱心でなかったという。三井は富岡以外にも三つの製紙工場を抱えていたが、四工場すべてを合わせた収益は好調とは言えなかった。また、三井家の中で製紙工場の維持に積極的だった銀行ブリジの中身川彦次郎が病没したことも、製紙業存続には向かい風となった。こうして、 三井は1902年9月13日に4、工場すべてを一括して、原富太郎の元号名会社に譲渡した。原が4工場の代価として支払ったのは、側金10万円と年付払い13万5千円であった。原号名会社時代のザクリ糸のチョップ、原号名会社時代の機械糸のチョップ、言語名会社が富岡製紙書を手に入れると、 その翌月にあたる1902年10月に、ゲントミオカ製紙書と改名した。1900年前後には、軍勢製紙をはじめ、眉質改良に、積極的な事業者が現れ、産種を安価で配布する者も,も現れていた。産種を養蚕農家に配布することは、眉の品質向上と品質化に寄与するものであった。言語を明解者も、 まず、玄名古屋製紙所で1903年から3種の配布を始め、1906年からは玄富岡製紙所でも開始した。玄富岡での3種の配布は無償で行われ、その数を増やしていく上では、群馬で発症し、全国的に影響のあった養蚕教育機関高山社の協力も仰いだ。また、工女たちの教育機会の確保は継続されており、 娯楽の提供などの福利厚生面にも配慮されていたが、それらについては、普通糸よりも質の高い優等糸を生産していた富岡製紙書にとっては、熟練校をつなぎ止めておくことが必要であったからとも指摘されている。現時代は第一次世界大戦や世界恐慌に見舞われた時期を含んでいる。いずれの時期にも生産量は減少しており、 ことに1932年には大幅な減少を経験した。しかし、それから間もなく8兆の通式葬式、実川式葬式を撤去し、20兆の通式及び実り川式を大増設し、生産性は上昇した。1936年には14万 7000kg の生産量を記録し、過去最高となった。 このように生産性の向上は見られたが、満州事変や日中戦争によって国際情勢は不安定化していき、1938年には群馬県最大の山重製紙が倒産した。このような情勢の中、現富岡製紙所の大久保最一工場長が、組合製紙会社のトラブルが元で自殺したことや、原富太郎の後継者、原善一郎が創生するなど、 元号を会社内部の混乱が重なっていた。さらに、主要輸出先アメリカで絹の代替となるナイロンが台頭し、先行きにも懸念があった。そのため、元号名会社は山中が倒産したのと同じ1938年に、生止事業の縮小に踏み切った。富岡生止所は切り離されて、同年6月1日に、 株式会社富岡製紙所として独立した。形式上の代表取締役は西郷武雄であったが、経営は筆頭株主の片倉製紙防跡会社が担当することになった。株式会社富岡製紙所は当時、日本最大級の繊維企業であった片倉に合併されることになり、株主総会での合意を経て、1939年4月29日に、 広告された。この実質的に原が片倉に委任した一連の経緯に関し、原側は、片倉以外には、この由緒ある工場を永遠に存知せしむる委任先が存在しないという認識を示していた。原富太郎は、後継者を失った中で、自身の高齢についても懸念を抱いていたとされるが、富岡製紙所が片倉に合併されたこの年に没している。 なお、前述のように、官営時代末期の最初の入札時に応札した一人が、片倉兼太郎であり、三井家が落札した時に競り負けた企業の一つ、改名者でその時に実権を握っていたのも、片倉兼太郎であった。こうしたことから、片倉は、古くから、富岡製紙所の経営に意欲を持っていたとされている。合併の年に、 片倉富岡製紙所と解消され、1940年には18万9 0 0 0ラムの生産量を記録し、過去最高記録を塗り替えたが、太平洋戦争直前の社会情勢は、生産に多大な影響を及ぼした。1941年3月交付の3市事業統制法によって、片倉富岡製紙所も、統制経済に組み込まれ、 同年5月の日本三種統製株式会社の成立によって富岡製紙書はカタクラから同種式会社に形式上賃貸されることとなった。カタクラ本体は航空機関連の軍需生産に軸足を移し1943年にカタクラ工業株式会社と改称した。太平洋戦争中にはカタクラが所有していた製紙工場は廃止や 用途転換が多く見られたが、富岡製紙所はその主たる用途が軍需用の落下産向けであったとはいえ、製紙工場として創業され続けた。兵隊として男子を取られていた農村の労働力を埋める必要から工場の数は著しく減少したが、葬式の増設によってカバーした。ただし、輸出中心に発展してきた富岡製紙所の歴史の中で、 初めて輸出量が皆無となった。戦後、GHQ は、経済の民主化を進め、1946年3月1日に、日本三市統制株式会社も解散させられ、富岡選手所も、名実ともに、片倉に戻った。この年から、片倉工業、株式会社富岡工場となった。前述の通り、富岡船支所は、戦時中も一貫して、 製紙工場として機能し続けた少ない例の一つであり、しかも空襲などの被害も受けることなく終戦を迎えていた。1952年からは自動葬式を段階的に導入し、電化を進めるために書内に変電所も設けた。その後も最新型の機械へと刷新を繰り返し、1974年には、 生産量37万3 7 3 4 0 1ラムという富岡製市場市場で最高の生産高を上げた。この間、工場労働者を取り巻く環境も変化した。戦後、労働者保護法制が整備されたことから二交代制が導入された。片倉工業は戦前に青年学校令に基づく工場内学校を設置しており、 富岡製紙書にも合併した年に、私立富岡女子青年学校を開校していた。戦後になると、1948年に新しい時代に対応した教育要項を社内で作成し、各地に知事認可で高校卒業資格を取得できる片倉学園を設置した。富岡工場にも、寄宿者入寮者は無料で学べた片倉富岡学園が開校された。 当時は、義務教育修了と同時に就職する女性も多かったため、片倉工業はそういう女性たちに、両裁健母教育を施すことを、自社の社会的責任と位置づけていたのである。しかし、和服を着る機会の減少などの社会情勢の変化に、加え、1972年の日中国交正常化が、中国産の廉価な生糸の増加を招いたことから、 生産量は減少に向かい、1987年2月26日に創業を停止、同年3月5日に閉業式が挙行された。片倉工業は富岡工場を閉業した後も、一般向けの公開をせず、売らない、貸さない、壊さないの方針を堅持し、維持と管理に専念した。富岡製市場は、巨大左右に固定資産税だけで、 年間2000万円、その他の維持、管理費用も含めると最高で1年間に1億円以上かかったこともあるとされる。また、カタクラは修復工事をするにしても、コストを抑えることよりも、当時の広報で復元することにこだわったという。こうした、カタクラの取り組みがあったればこそ、富岡製市場が良好な保存状態で保たれて、きたとして、 片倉の貢献は、しばしば非常に高く評価されている。富岡製紙場の創業停止を受けて、市民レベルでもその価値を伝えていこうとする学習会、富岡製紙場を愛する会が、当初は細々としたものではあったが、1988年に発足した。この団体は、継続的に活動しており、特に活発な市民団体とされている。 富岡市の取り組みでは、今井誠二郎の市長在任中が、一つの大きな活気となっている。今井は、市長就任前から、富岡製市場に強い関心を抱いており、市長になると、片倉工業との交渉を開始した。そんな中、2003年に、群馬県知事、小寺博之が、富岡製市場について、ユネスコ世界遺産登録するためのプロジェクトを、公表した。 翌年12月には、県知事、市長、片倉工業社長の3社での合意が成立し、富岡製糸場が、富岡市に寄贈されることとなった。2005年9月30日付で、富岡市に寄贈され、翌日からは、市が管理を行っている。2005年7月14日付で、旧富岡製糸場として、 国の史跡に指定され、2006年7月5日には1875年、以前の建造物が重要文化財に、2014年12月10日には、その一部が国宝に指定された。2006年には、毎日新聞社の記念事業、ヘリテージング百選に選出され、2007年11月30日には、経済産業省から、 近代化産業遺産の一つ、上州から新州そして全国へ、近代製紙業発展の歩みを物語る、富岡製紙場などの近代化産業遺産群の構成遺産に認定された、上新電鉄200系電車。世界遺産登録を推進する広告で飾られている、文化庁が2006年と2007年に、全国の地方自治体から、 世界文化遺産の追加提案候補を公募した際には、群馬県と富岡市、及び他の7市町村が共同で、富岡製糸場と絹産業遺産群、日本産業革命の原点を提案した。これは2007年1月30日に、富岡製糸場と絹産業遺産群として、日本の世界遺産暫定リストに記載された。いわゆる近代海産が、 暫定リストに加えられたのは、これが初めてである。その後、富岡製紙場以外の厚生資産の候補は何度も見直されたが、2012年8月23日に国際連合教育科学文化機関の世界遺産センターに正式推薦されることが決定し、2013年1月31日に正式な推薦書が世界遺産センターに受理された。 日本の世界遺産として産業遺産が推薦されるのは岩見銀山遺跡とその文化的景観以来2例目のことである。2013年9月25日から26日にかけて世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議から派遣された中国国立シルク博物館館長の長豊が現地調査を行った。 この現地調査を踏まえ、2014年4月26日未明に登録の勧告がイコモスから出された。この勧告に基づいて、同年6月の第38回世界遺産委員会で正式に登録された。富岡製紙場では、購入した眉の乾燥、貯蔵から出荷のために束ねることまでの一連の工程を行えるようになっていた。 関係は購入した眉を乾燥させる工程で、眉の中のさなぎを殺すことと、カビの発生を防ぐことを目的としている。当初は、蒸気化マッシの横に設置された、総眉書で行われており、カロの輻射熱を利用する方式で乾燥させていた。乾燥させた眉は桶眉書に貯蔵された後、千眉にかけられる。この工程は、不備のある眉を除外するとともに、 眉の質によって等級に分け、用途を決めていた。この後、車検にかけられる。これは、眉から糸を引き出すために行う工程だが、当初の葬式には車検用の釜がついており、葬式書で行われていた。そして、引き出した糸を複数寄り合わせて、葬式をした。日本の場合、その後に、前述の通り、小枠に巻き取った木糸を大枠に、 巻き直す上げ返しという工程が存在する。用ペンをした後のキートは出荷のために束ねられる。この工程を束そうという。この一連の工程は開業当初から創業停止時まで基本的には変化がない。ただし、当初は創始書で車検、創始、用ペンを行っていたものが、車検場や用ペン工場の設置によって工程が分離されたり、 機械化も進むなどの変化はあった。また、作業で発生したくずまゆ、くず糸などの副産子の処理は、一切行っていなかったが、昭和時代になって、副解庫工場が設置された。富岡製紙場は史跡に指定されており、開業当初の主として、木骨レンガ造りの建造物群が重要文化財に指定されている。木骨レンガ造りの耐久性について、当時、 横須賀製鉄所のレオンスベルニーはかなり否定的に評価していたが、実際にはこれらは良好な状態で保たれている。以下では国宝及び重要文化財に指定されているもののほか各機の主な建造物について述べる。2006年に建築物7棟、貯水槽1機、排水溝1所が旧富岡製市場の名称で一括して重要文化財に指定された。 また、重要文化財、旧富岡製市場の一部が2014年に国宝に指定されている。重要文化財、旧富岡製市場として指定された建造物は以下の通りである。太字は、重要文化財指定時の官方告示に基づく建造物名で、一部には現在なお祭事で閉記した。創始書富岡製市場で使用されていたフランス式。 葬式葬祀所あるいは、葬祀工場は、富岡製糸場の中で、中心的な建物である。敷地中央南寄りに位置する、東西棟の細長い建物で、木骨レンガ造り、平屋建て、三河原武器。平面規模は、桁雪140.4メートル、張間12.3メートルである。東端に玄関を設ける。小屋組は、木造のキングポストトラスである。 装置は手元を明るくする必要性があったことからフランスから輸入した大きなガラス窓によって採高がなされている。この巨大な作業場に300カマのフランス式装置機が設置された。富岡製紙場に導入された機械製紙はそれ以前の上げ返しを含まない西洋機械をそのまま導入していた事例と異なっており、 1873年から1879年の間に実に全国26の製紙工場に導入された。創業されていた機械は時代ごとに移り変わったが、巨大な建物自体は増築などの必要性がなく、創建当初の姿が残された。なお、ブリューナが導入した創業当初の機械を含む過去の機械類については、 片倉工業が、岡谷市の私立岡谷三市博物館に寄贈したことから、そちらに保存されている。東ずま倉庫西まゆ倉庫東岡まゆ所と、西岡まゆ所あるいは、東ずま倉庫と、西まゆ倉庫は、創始所の北側に立つ、南北東の細長い建物であり、東岡まゆ所創始所西沖眉所の三棟が、この字をなすように配置されている。 東西桶眉所ともに1872年の春光で、桁雪104.4メートル、張間12.3メートル、木骨レンガ造り2階建てで、屋根は霧妻造り、三河原吹きとする。その名の通り、主に2階部分が眉置き場に使われた。両建物とも規模形式はほぼ等しいが、東桶眉所は南面と西面に、 西沖眉所は南面と東表に、それぞれベランダを設ける。また、東沖眉所は、正門と向き合う位置に、建物内を貫通する通路を設けている。この通路上のアーチの要石には、明治5年の国名がある。開業当初の眉は、養産が主に春好みを対象としていたため、春産の眉を蓄えておく必要から建設され、二棟、合わせて、 約32トンの眉を収容できたとされている。2階部分が倉庫とされたのは、風通しなどへの配慮もあった。東桶眉所の1階部分は、当初事務所などに、西桶眉所の1階部分は、燃料となる、石炭置き場に、それぞれ活用されていたが、後にはどちらも、物置などに転用され、建造当初に存在していた間仕切りなどはなくなっている。 西沖眉所は2015年より5年計画の保存修理工事が行われ、工事の間は素屋根で囲われるが、一角に見学施設が設けられ工事の現場を見ることができる。蒸気化の所は、創始所のすぐ北に立つ。南北棟、木骨連ガ作り、三河原武器の部分と、東西棟、木造、鉄板武器の部分に分かれ、前者は、 蒸気カ所の一部が残ったもの、後者は、気カ室のニスパン分が残ったものである。静止上の動力を司さどり、一部は、車検に使われた。ブリューナが導入した、短気筒式の蒸気エンジンは、ブリューナエンジンと呼ばれ、今は、片倉工業の寄贈によって、博物館、明治村で展示されている。1920年に動力が電化されると、 ブリューナエンジンは使われなくなり、後には車検所などに転用された。現在名は車検場、千枚岩である。蒸気窯所の西には、創業当初に建っていた、フランス製鉄製煙突の基部が残されており、蒸気窯所のふとして、重要文化財に指定されている。当初の煙突は周囲への衛星上の配慮から高さ十六メートルを備えていたが、 1884年9月26日に暴風で倒れてしまったため、現存しない。なお、現在の富岡製紙場に残る高さ37.5メートルの煙突は、コンクリート製で1939年に建造されたものである。鉄水ためあるいは鉄水素は、蒸気窯所の西側にある鉄製の桶状の工作物。 鉄板をリベット接合して形成したもので、計15メートル、深さ2.4メートルであり、石積みの基礎を有する。創建当初のレンガにモルタルを塗った貯水槽が水漏れによって使えなくなったことを受け、横浜製造所に作らせた鉄製の貯水槽で、その貯水量は約400トンに達する。鉄製の国産構造物としては、現存最古とも言われる。 逆に排水を担ったのが、下水、棟及び外棟あるいは、レンガ石排水溝で、いずれも1872年にレンガを主体として、築かれた暗挙である。西洋の建築様式を取り入れた、下水道は、当時はまだ開港地以外で見られることは稀であり、これらの遺構もまた建築上の価値を有している。下水道は総支所の北側にあり、建物に並行して東西に通じ、 延長は186メートル。外塔は下水塔の東端から90度折れ、敷地外の道路に沿って南方向に伸びるもので延長135メートル。排水はカブラ川に注がれた。主長官主長官あるいはブリューナ館は創始所の東南に位置する。木骨レンガ造り、平屋建て、寄せ胸造り、三間荒武器。平面は L 字型を停止。 東西33メートル、南北32.5メートルである。内部は、後の用途変更のため改変されている。別名が示すように、ブリューナ一家が滞在するために建設された建物である。もっとも、この建物は、面積916.8平方メートルと広く、一家と、メイドだけでなく、フランス人教夫たちも助行官ではなく、 こちらで暮らしたのではないかという推測もある。その広さゆえに、1879年に、ブリューナが帰国すると、公助向けの教育施設などに転用され、戦後には、片倉富岡学園の校舎としても使われた。従来、公助教育のために春工当初の姿が改変された、ことは、肯定的に捉えられてこなかったが、むしろ、 富岡製紙場の女子教育の歴史を伝える産業遺産として、その意義を積極的に捉えようとする見解もある。助高官助高官あるいは二号館は、主張館と同じく1873年の春光で、東岡眉所の東側、南寄りに位置する。木骨レンガ作り、二階建て、東西胸の寄せ胸作りで、三河原らぶとする。規模は、 東西20.1メートル、南北17.4メートルである。この建物は、ブリューナがフランスから連れてきた、恐怖たちのために建てられたものであった。しかし、4人の恐怖のうち、マリーシャレーは病気のために1873年10月23日に、富岡を離れ、同28日に、横浜から帰国した。ついで、クロランド。 ビエル・フォールとルイーズ・モニエも病気にかかり、1874年3月11日に、富岡を経った。残るアレクサンドリーヌ・ヌバランは健康ではあったが、一人だけ取り残されることを良しとせず、同じ日に、富岡を経った。こうして、4年の任期を誰一人全うできずに、帰国してしまったため、助行官は、春行間もなく、空き家となった。その後、三井時代には、 役員の宿舎、現時代には公女たちの食堂など、時代ごとに、様々な用途に転用された。検査人間あるいは3号館は1873年春工で、東桶ケ所の東側、助行館の北に立つ。木骨レンガ造り、2階建て、南北等の寄せ棟造りで、参冠荒武器とする。規模は、東西10.9メートル、南北18.8メートルである。 元々はブリューナがフランスから連れてきた、男性技術指導者たちの宿舎として建てられたもので、あったが、検査人、ジュスタン・ベラント・ポール・エドガール・プラーは、無許可で、横浜に出かけ、退業したという理由で1873年10月30日に、解雇されていた。また、ブリューナが恐怖や検査人を連れてきたのとは別の時期に、来日し、1872年に雇い入れられた。 同行のジュール・シャトロンも、1873年11月20日には、富岡を離れていた。このため、代わりに、外国人医師の宿舎になっていたようである。正門近くにあり、現在は、事務所になっている。市長官、助行官、検査人官はいずれもコロニアル様式の、洋風住宅と規定されている。なお、1881年の記録には、 第4号館舎、第5号館舎の名前も見られるが、いずれも現在は失われている。蒸気のほか、正門脇で出入りする人々をチェックしていた、公文書が、重要文化財、旧富岡製紙場の、府として指定されている。この建物は、開業当初の建物の中では、珍しい木造平屋建てで、1943年の、行計記念碑建設にあたって移転した。 後に社宅に転用された。第二工場は、1896年に竣工した、木造平屋建てである。これに伴い開業当初の創始書は、第一工場と改名されたが、現時代に、再び創始書は一元化されたため、1911年に、創始書としての機能を停止した。第二工場は、千枚場車検場などとして転用され、 片倉時代には副産地の加工処理施設に転用された。現在残る建物は、春工当初のものよりも短縮されている。第二工場と同じ年に、市長官の隣に建てられたのが、寄宿舎の一つである、春名寮で、以前の寄宿舎の老朽化に対処するものだった。以前の寄宿舎は解体され、木造を2階建ての春名寮の建材には転用された。 ものが含まれる。主張館の隣は日当たりが良く、そこへ移転したのは工女たちの住環境への配慮だったとされる。他に建物ではないが、敷地内で三井時代と結びつく場所としては殿下山がある。元号名会社に譲渡される直前の1902年6月2日、皇太子殿下が登ったとされる小山である。洋ペン工場は、 1919年に創始所の隣に建てられた張間9.1メートル、桁行き136.4メートルの木造平屋建ての作業場である。上記の歴史説で述べたように、開業当初は創始所に洋ペン機が併設されていた。しかし、生産量の増大に対応して、洋ペン専用の建物が建てられることになったものである。他、 政権のさなぎを殺し、眉を乾燥させる施設である乾燥場、眉、小木場、1919年に建てられた糸倉と休憩三所、助行官と検査人間の間に建てられた子式宿舎などが、この時期の建物である。なお、現時代の三種改良を担った三種製造所は、片倉時代にも使われていたが、1980年代、 半ばに解体されたため、現存していない。妙義寮太平洋戦争終戦前に建てられたものとしては、1940年の浅間寮と妙義寮がある。これらは、女子寄宿舎で、共に張り間7.3メートル、桁行き55.0メートルの木造2階建てである。同じ年には、市長館の東にあった、現時代の診療所、病室が新しく建て替えられた。 また、戦時中の1943年には、英商皇太后と皇后の行計70周年を記念して、高さ4.6メートル、幅1.86メートルの行計記念碑が建てられ、盛大に祝われた。戦後になると新たに複数の洋偏工場が建てられた、他、高圧変電所、機関場、用水ポンプ小屋など、各種建造物が増築された。 現存する煙突は4台目で高さ37.5メートル、直径2.5メートルの鉄筋コンクリート作り。経年劣化が進んでおり、煙突上部は炭素繊維シートで応急処置を施している。大地震や竜巻などの突風で倒壊する恐れも指摘されており、保存修理工事が必要となるが、コロナ禍の影響で見学料収入が減少しているため、富岡市は、 費用調達のためクラウドファンディングで寄付を募っている。上州富岡駅静市場近隣にある富岡市町中観光物産館お富ちゃんや商店街にあった書店を改装し2013年にオープン。2021年時点で築51年を迎え老朽化しているため廃止も視野に検討が進められている。富岡静市場の一般公開は2005年から 始まった。その年に富岡製糸場を訪れた観光客は3万人余りであったが、2年後には約25万人に達した。その年の富岡市の観光名所の中では、苗木山、群馬サファリパークに次ぐ人数であり、富岡市の観光客数を押し上げる効果をもたらしていると考えられている。2007年4月から見学は有料となった。 自由見学とは別に、定時に40分程度の解説ガイドツアーが行われている。20名以上の団体として予約しておくと、専属の解説員についてもらうことができる。世界遺産登録の勧告が公表された翌日に、あたる2014年4月27日には、1日あたり、来場者数の過去最高記録を更新する4972人が、 訪れたが、同年5月3日にはそれを上回る6456人、その翌日には8142人が訪れ、4月26日から5月6日の累計訪問者数は5万人を超えた。老朽化などのため、内部が一般公開されている建物は創始所と東桶ケ所のみである。2014年度中に洋ペン場の公開も予定されているが、 静止場全体を公開するための修復工事には、期間30年、費用100億円を費やす必要があると見積もられている。しかし、入場者数は2014年度の133万7720人を、ピークに3年後には半減。2020年度は、新型コロナウイルス感染症による影響で17万7419人まで、落ち込んだ。 市は見学料収入の減少に対し、一般財源からの繰り入れや、基金の取り崩し、新規保存整備工事を見送るなどしてしのぎ、コロナ収束後の V 字回復を目指すとしている。鉄道での最寄り駅は上新電鉄の上州、富岡駅。上新電鉄の高崎駅では、上州富岡駅への往復ギップと、富岡製紙場への入場券がセットになった。 往復割引乗車券が発売されている。自動車の場合、上信越自動車道富岡インターチェンジから 3km であるが、施設内への車の乗り入れは認められていない。ありがとうございます。